維新は挑戦をやめない。大阪を一地方都市で終わらせない。きちんと次世代に責任を持った大阪を作ってバトンタッチしていく。例えば2025年の万博もそうですね。夏井さんが引退されて有志の頃から関わってきた政治家は、僕しかいなくなりました。であるならばやっぱりこの2025年大阪・関西万博も最後まで責任を持って成功させる、そういう思いでこれをやりきりたいと思います。やっぱりね、これ未来社会をそこで実現する、そして何より、次世代の子どもたち孫たちが次の未来社会を万博で見て、またこの次の社会作っていこうじゃないか、そういう素晴らしいものを作りたい、そう思います。